武雄氏はかつて福井県中部にあったし、福井市に次いで福井県第二の人口を有していた。古くは市街地の町名に源氏物語の各官名が使われ、その後の地名変更に際しても脳の演目名から命名されている。越前国の国府が置かれていたことで著名で、かつては府中として親しまれていた。かつての武雄市役所は旧国府跡地であった。 廃止時点の竹尾市役所は、かつての竹尾東小学校の位置にあり、竹尾東小学校は、かつての竹尾高校の位置にあった。竹尾市は大規模な地震や空襲にあっておらず、古い町並みが残っている。竹尾の由来については、生が植物群落を意味することから、竹藪の意味である、竹部から来ているとも言われている。 2005年国勢調査時点の平均年齢は43.0歳だった。秋には日本産大菊人形の一つに数えられる菊人形が開催される。残りの二つは関西地方の大阪府平方市と東北地方の福島県日本松市である。越前市という新市名については隣接する自治体に元来より存在する越前町。 越前市以前に設立された南越前町と紛らわしく、旧竹尾市民、旧今立町民を呼び、隣接自治体住民の反発を買っている。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。越前市誕生前の時点では、竹尾駅に JR 西日本の以下の在来線定期特急、急行列車が発着し、大阪府、 愛知県など県外の8府県へ直通していた。大学、短期大学武雄市の市外局番は、料金単位区域と同一の範囲を持つ0778で統一されており、以下の区域への通話は市外局番不要かつしない通話料金が適用される。なお NTT 西日本による、究極区分は2級局である。ありがとうございます。